じゃあ、ウニの受精ね。ウニの受精。まずね、ウニの卵っていうのは、もちろん卵も細胞だから、細胞膜を持ってて、だけどその周りに、その周りに、卵黄膜っていう膜もあって、さらにその周りを、ゼリー層が覆ってるのね。で、そこに、精子が、初めにね、初めに到達した精子、ね、初めに精子が到達すると、まずは、精子の先っちょが、パカッと割れて、これ書くね。パカッと割れて、中から、タンパク質分解酵素なんかが出てくるの。と、このタンパク質分解酵素が入ってた袋は、繊維包なんていうよ。繊維包が、で、中のものをバッて出しちゃうことをエキソサイトーシスっていうよ。繊維包がエキソサイトーシスを起こす。で、ゼリー層がだんだん破れていくの。あ、削られていくの。で、そうすると、今度は、精子は、にょんと突起を作り出すのね。ゼリー層を壊しながらね。で、ここまでを、ね、繊維包が破れて、タンパク質分解酵素がバーッと出て、で、ゼリー層が削られて、で、ニョンと突起を作るまで、ここまでを、繊維反応っていうよ。ここの繊維と一致だよ。ね、繊維反応、OK？ 繊維反応、見た？ OK？ で、その次に何が起こるかっていうと、この、チョンっていう突起はもっともっと伸びて、ゼリー層をもう完全に削られて、そして卵黄膜も通過して、細胞膜と接するようになるよ。OK？OK？ で、この時ね、ちょっと引きで、この時に、ちょっと引きで見てみると、卵にね、膨らみができるの。ポコって。ちょっとここポコって膨らんでね。こんなに極端に膨らまないけど、ポコって膨らんでる。この膨らみを、この膨らみを、受精球って言って、めちゃめちゃテストに出るからね。いい？この膨らみを受精球っていうからね。で、このね、卵の細胞膜の内側には、表層瘤っていう袋があって、中にいろんな物質が入ってるのね。が、表層瘤。
ね、表層にある粒々だから表層流。で、この後何が起こるかっていうと、この表層流が破けて、で、精子の細胞膜と卵の細胞膜が融合して、中が破けて、内容物が外に出る。この内容物については、さほど知る必要はありません。まあ、興味があったらキャンベル生物学見てみてください。図書館にあるからね。で、内容物がこう放出されると、表層流の、エキソサイトシス。ね、この入ってるものをベーって出しちゃうことを、エキソサイトシスっていうよ。表層流のエキソサイトシスによって何が起こるかっていうと、このそばにあった卵黄膜が押し上げられるのね。ブクッと押し上げられる。卵黄膜がこの表層流の中に入ったものが出されることによってブクッと押し上げられる、ね、さっきまでピタッと細胞膜のそばにいたんだけど、これがブクッと押し上げられる。ね、ここ押し上げられる。で、この押し上げられた、これもともと卵黄膜だったんだよ。俺卵黄膜だったんだよ。卵黄膜。押し上げられた卵黄膜は、名前を変えて、このすげえテストに出るけど、受精膜といって、他の精子の侵入を防ぐ遅い多性拒否として働きます。早い多性拒否は少し難しいから、ね、ちょっとね、早い多性拒否の方は少し難しいけど、ね、教科書にしっかり載ってるから、しっかり学んでね。これは、一言で、ここで言っておくと、膜電位の変化によるものだからね。だけど、今は、こっちの方がテストに出にくい。ね、こっちの方は絶対押さなきゃダメ。ね、まず受精膜の出来方。いい？まず受精膜の出来方をしっかり押さえてね。卵黄膜が受精膜になるっていうのをね、まずはしっかり押さえて、で、その次に早い多性拒否を学んでみてね。膜電位の変化です。素早い多性拒否。で、こっちの素早い多性拒否が働いている間に、こんなような現象が起きて、完全な多性拒否が、完成すると、ね。受精膜ができちゃったら、他の精子は、ね、もう受精できなくなっちゃうよって感じね。他の精子は、もう受精できなくなっちゃうよ、ね。できないよって。こんな感じ。ね。で、この後ね、卵の核と精子の核が融合していきます。こんな風なね、反応を、さっきは、線体反応があったよね。で、こっちの反応、ね、受精膜ができるような、この表層流が破けて、ね、表層流が破けて、で、そして受精膜ができるような、ね、こんな反応を、表層反応っていうよ。OK？ 表層反応。これは、表層流の表層から来てるんだよ。いい？ね、順番も大事ですよ。順番も大事ね。線体反応、表層反応、ね。ね、話の流れをね、追って、しっかり、ウニの受精、マスターしましょう。